東京コロケンホールからお届けしていますディープ114インパクト。この試合の解説はファイターズゲストに広谷選手、そして解説ジョビンさんです。お二方よろしくお願いいたします。お願いします。まずは第一試合が始まります。60キロ以下契約の戦いになりました。画面向こう側、青いリストカラーが秋元京馬、そしてタックに入っていこうという朝比奈隆起、赤いリストカラーです。体強そうですね、朝比奈選手。ジョビさん、はい、まあ、早速ですね、ストライカーの秋元に対してはこういったアプローチですね、はい、柔道実績あるし、フィジカル相当強いと思うんですよね、はい、そうですね、バックを取っていきます。まあ、なんといっても高校時代に73キロ級で、全国高校柔道選手権準優勝、いいタックル、そして今はフライ級ファイターとして戦っているという対応いいっすね。でも秋元選手も、これはしっかりとあのパラストラで練習してますね、その後が伺います。おっと、左フックかわしてシングルレッグに入っていこうという朝比奈でありますが、ここまでのまず序盤の展開ですけれども、平谷選手どうご覧になってらっしゃいますか。そうですね、まあ先に朝比奈選手がどんどんテイクダウンを邪魔しかけて、はい、まあ、それを今対処しているって感じですかね、秋元選手が。はい、秋元も右足を取っています。はい、どうぞ。大臣での斎藤豊バース平本蓮みたいに、今もしのげてるけど秋元選手は、はい、結局しのげてるだけなんで、このままだったらちょっとあんま良くないですよね、うん、なるほど。なんか切り返したりとか攻めないと、まあ、対応めっちゃいいんですけどね、そしたら。そうですね、さあシングルレッグの体勢から足を掴んでいる朝比奈隆起でありますが、頭を潜り込ませています。そして一方は秋元京馬としてはこの後どうするか、ジョミンさん、はい、この後どうするかですけれどもね、本当にね、しのいでるだけではいけませんからね。突き放したいですけどね、朝比奈選手はちゃんと寝かしきりたい、これでも あんまり意味ない、そうそう。そしてもう一方の足も今一瞬触れましたが、ただ右足をずっとキャッチしています。そして持ち上げていきます。朝比奈足を持ち上げていきますが、対応いいな秋元選手、しかし倒れません秋元。まあ、秋元はプロのファイターになるために中学を卒業後高校に進学せず、そして現在は練習一本という、今日が3戦目になります秋元。まあ、幼稚園の頃に1年ほどボクシングの経験があります。そして足を持っていきます朝比奈。僕は両足タックルに移行した方がいいと思うんですけど、片足タックルちょっと難しそうなんで、なるほど、バランスすごいんで、両足掴みたいけど、今もう一方の足にも手をかけようとはしてますよね、はい、朝比奈としてはね、しっかり掴めれば寝かせれると思うんですけど、しっかりまたぎたいですね、はい、また足を持っていこうと、させないようにしてますよね、秋元選手がね、ちゃんと左手を添えて、はい、左足を掴まれないように、秋元警戒しています。そして秋元の右足を持って動きを見せる朝比奈ではありますが、しかし左のパンチを放っていきます秋元。寝かしきるのちょっと難しそうだな、平井選手、はい、どうですかこの展開ですけれども、朝比奈選手。そうですね、まあ、しっかりシングルレッグで、まあ、引いてきて、はい、で足をちょっとまたぎたいですね、さあ非常に打ち込んでいきます。バッグに作って選択肢もあればいいんですけど、ね、左側に回って、なるほど、寝かしきれないなら、まあ、足を引っ張り込んでいこうとしましたが、朝比奈しかし倒れません秋元。片足ではちょっと難しそうな感じしますけど、この戦いはディープ60キロ以下契約の戦い、1ラウンド5分、2ラウンドで行われています。まずは第1ラウンド、また拳を振り下ろしてくるか、あるいはちょっと肘のあたりが赤くなっている秋元京馬です。また引っ張り上げていこうという朝比奈、ただ倒れません秋元。平井選手、はい、非常に腰が重いですね秋元もね。そうですね、まあ、腰が重いというよりは、まあ、しっかりテイクダウンディフェンスをしっかりできてますね、はい、まあ、でも時間がもうないですよね。そうですね、またちょっと位置をずらしながらぐるぐる回りながら朝比奈、ただ今右足の甲をつけてます、はい、倒せると思うんですけど、確かにこれ倒せそうだけど、はい、うん、もう両足も取れると思うけど、いきませんね、ここで、おっと、いいサイド、ちょっと、ちょっと、ちょっと、バッからのチョークを狙っていく、入りますよ、入ります、リアネイキッドチョークだ、リアネイキッドチョークに捉えました、素晴らしい、すごい、すごい、一瞬のチャンスを掴み取りました、秋元京馬、なんとプロキャリア初の一本勝ち、しっかり取り切るのがすごいです、早かった、非常にバックマンのスピーディーでしたね、そうですね。7歳ですからね、これすごいな、すごいですね、まあ、寝技に関しましてはフライ級キングオブパンクラシストである釣り屋レイであったり、また一段だけ大木久保博正、太田志郎と練習をしてきたというこの秋元京馬です。
朝比奈選手はタックル入るまではすごいいいんで、そこからも寝かしきる技術を学びたいですよね、フィジカル的には多分寝かせれると思うんですよ、いやこのスピーディーなこの早かったテイクバック、はい、このスピーディーなバックテイクからのリアデイキッドチョークです。1ラウンド4分8秒で一本勝ちを飾りました秋元京馬です。ちょっとあのフライ級戦線でもですね、平井選手、はい、まあ、同じ階級ということになりますよね。フライ級の選手、そう考えるとどうですか。いや、なんか強いですよね、パラエストラ柏で、ちゃんとやってきている、まあ、コツコツやってきているなっていうのは、はい、すごく感じましたね。やっぱりああいう際で一本取れるっていうのは素晴らしいと思います。はい、そしてジョビッチさん、はい、またね新たな地名を見せましたよね、秋元が。で今日は見せれてないけど、打撃も相当強いですからね、いやこれはマジ嫌ないと思うな、まあ、朝比奈としてはね、あのその打撃を封じようとね、いきなりタックルね、タックルも良かったんですけど、まあ、その選択はね、あの非常に良かったんですよね、はい、ただその後 の, あのもつれた展開からのですよ、バックテイクですよね。いや、素晴らしかった、素晴らしいですね、見逃さなかったですね。さあそれでは秋元です。パラエストラ柏の秋元京馬です。これからまだまだなんですけど、日本を代表して世界の強いやつと戦っていけるように頑張るんで、名前を覚えてください、お願いします。見事一本勝利を収めました秋元京馬選手に盛大な拍手を。これで2試合連続のフィニッシュ勝利、そして3戦全勝になりましたパラエストラ柏の秋元京馬、17歳です。で今後どういったファイターになっていくのか、ぜひ皆さんこのディープを通して見守ってください。